バニラスカイ。ハッピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信してます、シンガーソングライターのようこです。今夜のバニラスカイも後ほどうちの姫がですねゲストに出演予定ですので、よろしくお願いいたします。先週はハロウィンでしたが、いかがお過ごしでしたか？ FM ギノワンもね、ハロウィンウィークをされておりましたが、私は諸事情によりちょっとコスプレをしたね映像を流すことができなかったんですけれども、ちょっとね今年中に1回ぐらいはねコスプレしたねシチュエーションでラジオをお届けしたいなと、 YouTube で見ていただいた方にもね楽しんでもらえるようなことをしたいなと思っているんですけれども、まあ今年中のちゃんとした目標ですかね。ということで皆さん、いろいろねこう季節の変わり目ごとに大事な人と思い出増やしてらっしゃると思うんですけれども、鹿児島は11月2日の日に花火がね鹿児島市の22カ所で同時に上がるというねイベントがございました。毎年ね1万発以上の花火が夏の夜空を飾っているイベントがあったんですけれども、そちらの方は開催できないからこそ分散して、すごいですよね。だからね鹿児島市ね1日でねこう高台に登るといろんなところでねこう花火の音が聞こえたり、いろんなところで上がってるのが見えたりすることがあって、私もね娘と母と見に行ったんですけれども、まあ綺麗でしたね。この秋もう冬ですよね、冬の夜空を彩る花火がねなんとも風情があって、夏のあのドキドキ感とかこう恋してルンルン感じゃないね感じの花火が良かったなと、私は冬の花火も大好きだなと思って見上げておりました。で今日は皆さんにもう私の大好きなねクリスマスが一歩一歩近づいてきているので、この曲をプレゼントしたいと思います。私のシャイニーという曲を、去年は鹿児島クリスマスマーケットというねイベントで出会ったミュージシャンたちが集まってくださり、シャイニー2020と題しまして一緒に歌ってくださりました。ミュージックビデオも一緒に発信しておりますが、ぜひそちらも見ていただきたいんですけれども、取り急ぎ皆さんにこの曲をプレゼントしたい。皆さんの冬がもっともっと素敵になりますように願いを込めて受け止めてください。シャイニー2020。あなたの思いを空を越えて届けよう、輝く笑顔と一緒に明日ちゃん。
の想いを空を越えて届けよう。輝く笑顔と一緒に明日へのギフト、ギフト、ギフト。コンピレーションアルバムギフト、そしてギフト2に収録しているアーティストたちと共にお届けしたシャイニー2020でした。ではここでゲストをお呼びしましょう。シーナー、こんばんは。こんばんは。お久しぶりだよね。はい、一週ぶりか。一週ぶりですね。よろしくお願いします。お願いします。さてさて、シーナーさん、私たちあっという間にんじゃありませんよ。ん11月6日土曜日、あっという間でございますよ。ライブが控えております。嬉しいね。はい何そのはいってちょっと重たい返事、珍しい、はい、緊張したりしますか？まだしてません。まだしてないだよね。シノンは大好きな BTS を踊ります、歌います。で私はコーラスですそして生バンドなのでね、すごい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 よね、いい経験だよね。シノンはちょこちょこね、こう東京に行くたびにこうパーティーでさ歌う機会いただいて、1年に 1、2回歌わせてもらってたよね。うん、だからさ、私ちょっと思ったのよ。この間ね、私のお母さんはシノンのおばあちゃんとさ話をしてて、人前で歌う度胸、中学校2年生の時に私はなかった。あーえだって歌ったことないもん。しかもさ、めっちゃ歌下手くそだったよ、中2の時。え？音楽の授業大好きだったから、合唱とかのあのソプラノパート、うん、アルトパートって言ってさ、うん、ちゃんとメロディー通りに歌って、うんうん、歌詞も覚えてっていう、そういうちゃんとしたこうことはできたわけよ、うんうん、そういう意味では上手だけど、あー J-POP ス歌ってくださいって歌手になりたいのに全然歌えなかったよ。いやー、一人でってことですね。そう、一人でだし、人前で歌ったことないし、うん、バンドで歌うなんて憧れの憧れでしたねしかもさ、6日はさ、もう一流のミュージシャンじゃないですか。浮かんじゃったよ、私は興奮してますですね。ねえ、すっごいメンツですよ、うんうん、トップクラスのミュージシャンの生バンドで好きなアーティストの曲を歌う、いい、ね、楽しみですね。楽しみだね。もう今更さ、人前に出て緊張とかそういう次元じゃないでしょ。うん、緊張はちょっとすると思います。まあそれは緊張はするよ、だけど楽しめるでしょ。あー、まあですね。うん、なんか今はまだなんかちょっと緊張するなって感じだけど、うん、そのステージに立った時に、うんうん、最初緊張するけれど歌い出したら多分楽しいと思います。あー、そうだね、うん、楽しくなっちゃうっていうのがさ、私プロだって名乗り出してCD 出しても楽しめなかったよ、もう下手くそすぎて、どんだけうまいのか、ちょっと歌下手くそやっていう話ですけど今はね、だんだん上手に、うん、私、はい、今聞きました、しれっと上から目線今はだんだん上手に、うん、その理由は、うん、あの私のコーラスがね、なんかさ一音さ違ったりするんだよねあれ低すぎ、一音っていうより半音、まあ半音、まあそうだね。今学校で合唱してるので、うんうん、あの合唱のリーダーをしてるんですけど、うんねうんうん、まあ表情が暗いともう低くなる音がね、音がっていうか、そうそう、もう本当に暗く聞こえたりとか、ピッチがねニコってしてるとちょっとあったりとか、そうね、だから表情で変えるっていうのは、ああそうだなとは思いました。あのね、それはね、言いたいことよくわかるわけよ、うん、だけど大元の私のこう音がさ、うん、半音違いなんだけど、まあ、一音っていうのはそのメロディーのさ歌ってるところで一箇所違うっていうので、一音 ね、そうそうなんだけど、半音そのずれた時に、一人で歌ってるといいんだけどさ、一緒に歌ってるとあれやっぱ歌いやすい方にいっちゃう。もう私ね、もうかれこれ半ハモリなんてしてないから、うんうん、自慢かそうだよ、自慢か自慢か、母ちゃん自慢か、自分はメロディー歌ってるからってあ、違うな。いやでもね、それってね、あれだよ、コーラスの人の方が上手いんだよ。あ、そりゃそうでしょうね、フロントマンより上手いんだよ。だよね、うん、だからゆうこさんも上手だしさ、ゆうこさんなんて絶対分かんだから ね、そうで、シノンもさ
うまいもん。ちっちゃい時からうまかったよ。あ、本当ですか、うん、ありがとうございます。すっげーニコニコして、なんでその顔で歌いなさいね、6日ね。悪い顔してますよ、今。確かになんか位置悪い。確かに。お母さんに似ました。いやいやいや、お母さんいじめたことないよ、意地悪したことないよ。本当に言ってます。ただあのちょっとなんていうの、可愛い子に意地悪をしてみたくはなるよ。いやいや、ちょっと待って、お家で飲むお母さんでも、あ、まあね、すごいですよ。あ、うちの父親がさ、あのこの間夢に出てきて、 お父さんの若い時のパパなんだけど、はい、そしたらさ、お父さんの若い時のパパって。ちょっと待って、今ちょっと頭がこんがらおりました。まあ、うちの父親が、違う違う違う、うちのお父さんが若い時ね、ああだったんだけどさ、そしたらさ、そのお父さんがね、弟がちっちゃい時っぽい男の子をめっちゃ可愛がるんだけど、その時にさ、大人になって忘れてたことがあって、はい、死のさ、泣かされたことないでしょ、じいちゃんから。じいちゃん、あ、泣かされたことないでしょ。その泣くまで意地悪、いや、なんていうの、可愛がられたことないじゃん。あ、だけど弟たちとかは泣くまでとことんなんか可愛がられて遊ばれてる。もういじめっ子だよね。あ、でも分かる、言いたいこと。泣いたことはありますよ。まあ、それはあるでしょ。なんて言うんだろう、ちょっと、うん、でもその泣いた後にもうやめなさいみたいな感じで、なんて言うんだろう、そこまでずっと表されませんでした。まあ、昔のうちのお父さんはさ、こう謝ることもしないし、泣かされた方が悪いじゃないけどさ、もうジャイアンみたいだよね。見たことないです。でもさ、子供たちもうちのいとこたちも大好きだったから、うんうん、すごいね、子煩悩でさ、あの、なんて言ったらいいのかな、うん、イクメンの先駆者だよね。私今34なので、うん、20年前じゃねえや、もう34年前だ。34年前だった。20年ってごまかしました。ごまかしましたね。死のと同じ年だったけど、違う違う、もう34年くらい前に、はい、イクメンって言葉はもちろんないわけですよ、うん、あ、はい、うん、だからね、そのイクメンの先駆者だなと思って、孫が生まれたって言った時もすごい誰よりも喜んでくれたし、孫はもううちには増えないのかなっておねだりするくらいね、赤ちゃん大好きな、ですです、そうそう、子供たち大好きな、家族が増えていく時の喜びとかさ、幸せとかっていうのはね、私もいろいろ経験しましたね、お父さんのおかげでね。なんでこの話になった？あ、そうそう、いじめっ子の話よ、いじめっ子の話。もうね、しーちゃん、そういう感じで、まあ、遺伝子的に私も可愛がりたい意地悪は持ってるわけ。ふんって鼻で笑った。鼻にもあるのよ。ないよ。あるよ。ないよ。ちゃんとある。ないない。いやいや、ある。受け継がれてく。いいですね。よくね、あの、受け継がれてくっていう言葉があると、私のファーストシングルをね、うちの家族は歌い嫌がるんですよ。はい。ではここで皆さんに お届けしたいと思います。活動がね、スタートして、今月丸6年経ちます。もう7年目になっちゃいます。あらら。11月29日は陽子にとっては大事な記念日でございます。ファーストシングル Unfinished Story がリリースされた日。今言ってた受け継がれてく続いてくこの歌詞が入ってる曲でございます。ぜひあの大事な方を思い浮かべてお聴きください。陽子でアンフィニッシュドストーリー。まっすぐな優しさ、その笑顔の中に秘めた強さ、惹かれていた。あなたを思えば思うほど優しくなれる。心満たされてく。やっと気づいたの、居場所差し伸べられる、その手を守り抜く意味。愛を紡ぎ奏でよう、その
陽子でアンフィニッシュドストーリーお聴きいただきました。このバージョンマジかっこいいよね。ドラムは杉野さん、ピアノは王ちゃん、はい、ギター石井さん、ベース平田瑞穂さん、はい、陽子バンドがね、はい、ライブでしている感じのね、うん、いいわいいわ。で、聞きましたか、受け継がれて続いてくね、皆さんやっと何度ですね、それ2番ですから。あらららら、ちゃんと聞いててください。何回も聞いててください。なん、あのね、うちではね、頑張って書いた歌詞も頑張って書いた作った曲もですね、笑ってくれる材料になるんですよね。私の曲をさ、大事に愛してくださってる皆様、はい、うちの家族ってこんなもんですよ。もう皆さんが愛してくださらないと、私の曲たちは笑われ者になっちゃってますよ。もう覚えていますか、キスアンダーハグも。あ、金太郎雨の歌ね。そうそう、キスアンダーハグって曲は最初の歌詞がどこを切り取っても好きがいっぱいっていう。そしたらうちの母が、この曲金太郎雨の歌だわね。どこを切っても好きがいっぱいなんでしょ。そうだけど、だからいつも歌い始めるときにさ、もう金太郎雨が出てくるわけよ。細長いやつでずっと延々と続いてあれ金太郎じゃない、歌詞なんだっけ、歌詞なんだっけって。もう私はね、毎回よ、もうそれを聞いてから一回も離れたことがない。最近金太郎雨じゃなくてもいろいろ可愛いなんて、ね、いやいや、その金太郎のこだわりだ。絵じゃないの、わかる。中がイチゴでもいいのよ。イチゴの絵がずっと切ったらイチゴになってて、もう最近さ、途中からみかんになったり、うん、繋いでるやつもあるよね、うん、わざと切ってるのでね、うん、そんなことじゃないわけよ、ママが言いたいのは。違うな、違うな、全く違う、違うのか。皆さんどうかしてください。私を助けてください。もう本当に、まあね、こうやって平和でございますけれども、11月6日です。11月6日は皆さんのことを思って、鹿児島市キャパルボホールというところで開催しますので、イッシージャムナイト、陽子もシノも出演しますが、歌い手さんは他にアップルジャムのつかさ兄ちゃん、そしてシンガーソングライターのかずかちゃん、そしてナンバー9と書いてキューちゃんと呼びます。シノンがおじいちゃんとね、言ってね、慕うくらいすごくね、あの、あったかい方なんですけれども、優しい方なんですけれども、見た目がね、うん、大きくてね、はい、鍛えてるからね、いかついわけですよ、はい、それを十分に使いまくったパワフルな、うおーっていう声でね、うおーっていう声で歌いますんでね、そのキューちゃんのステージもお楽しみいただけたら。そしてイッシージャムナイトのイッシーはギタリスト、サウンドプロデューサーでございます。イッシーが久々に鹿児島でエレキを弾くなって言いたかったの、まあ、私とアコースティックでのライブだとアコギばっかりなので、イッシーさんアコギが好きっておっしゃってましたけど、うん、イッシーのね、そうそうそう、エレキはね、まあ 100% みんながすげーって言います。うん、私は口で歌います。あ、イッシーさんのね、作ってくださるギターソロとかね、はい、シノを歌ってますね。まあ、とにかくイッシーすごいので、とにかくイッシージャムナイト、イッシーの夜って言ってますから。そう、そしてピアノは北園真由美さん、大好きな真由美さん、そしてもう一人ギタリスト、イッシーさんの先輩の原口ひろゆきさん。ひろゆきさん、そう、イッシーさんもひろゆきさんなんでね、お二人とも仲良しなお名前なので、二人は不仲説が出るくらいね、全くね、そんなことないのに、すごい仲良しなのに不仲説が出ちゃうくらい有名人だったみたいですからね。はい、そのお二人が初共演というイッシージャムナイトをお楽しみに。そしてベースは入尾の直樹さん、私初めてなんですよ、入尾のさん、そうだからね、しれっとね、入尾のさんって言いにくいから、直樹さんって言いたいけど、でも入尾のさんだろうなっていうね。ま、うん、バンドメンバー紹介の時にね、なんて言おうかな、直樹、入尾のって言おうかな、なんで俺だけ逆みたいな、そういうふざけたこともしてみようかな。いや、私はチキンな女だからできないなとかね、チキンチキンですよ、お前の母ちゃん、そんなこと言えるわけないでしょ、チキンチキン、いやー、まあ、そしてドラムは西村慎也さん、慎也さん、久々鹿児島でございます。私たちもね、きちんと PCR 検査を受けたり、ワクチン接種したり、いろいろとね、こう準備万端で皆様のことをお出迎えいたしますので、そちらの方は安心していただいて、そして皆さんも感染症対策にはご理解ご協力いただきまして、楽しい夜を一緒に過ごしましょう。
11月6日キャパルボホールでありまして、オープンは夕方5時30分から開場いたしまして、夕方6時にはスタートいたします。18時スタートですよ。私とかしのは19時ぐらいから歌ってますんで、あらら、あら、ちょっと最初が間に合わんけど、間に合わんけど間に合わないけど、でもちょっとしのを見に行こうかなって方、19時だったら大丈夫、来てください、お願いします。できれば18時から来てください、お願いします。お願いします。あさってです。はい。そして今日最後に今お聴きいただいている曲は、さっきご紹介いただきましたシノンから、金太郎飴の歌です。違います、キス&ハブでございます。それはキス&ハブで言うの、金太郎飴じゃないの。金太郎&飴金太郎&キャンディーね、金太郎&ガムじゃないよね。はい、キャンディーです。キャンディーの方でございます。ぜひね、あのこの曲まだ生バンドでしてないんですよ。おろろ。だから11月6日に聴きに来てほしい。あ、セットリストを公開しちゃいましたけど、やりますね、この曲ぜひ聴いてほしい。 C あなたは C よ、あなたは C ちゃんと言われる C。 あ、そしてぜひね、あの応援の際にはうちは作ってきてください、よくみたいな、ペンライトもあのいい、ね、お願いします、まあ、あのペンライトの方はね、大きなやつを当日も販売しますけれども、うちは販売してません。なんなら内職してね、勝手に売るっていうのも面白いけど、あ、やってみる、やってみる会場で自分たちで作ったうちは売ってみる、やろうかな。ちょっとね、言ったことやっちゃう人間なんで、私たちちょっとそこは交互期待どちらでもやっちゃおうかな自分でようこうって言ってね、はい、では11月6日お待ちしてます。お待ちしてます。特別な いつもありがとう。この広い空の下に愛を伝えたい君がいる。いつでも心は抱きしめ合っているから、ちっぽけな僕らを奮い立たせる愛、言葉は世界を変えていく。バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。お願いします。では皆さん、今週1週間もめちゃくちゃハッピーでお過ごしくださいね。シノもだよ。はい、頑張ろう。土曜日は楽しもう。頑張ろう。うん。そして皆さんもね、クリスマス、そしてお正月ってもう年末すぐ迎えちゃうんで、悔いがないように今年を楽しく行きましょう。では皆さんにとってますますハッピーな冬が訪れますように。せーの、バイバイハッピー。